上田良三郎は、愛媛県出身のサッカー指導者。現大阪商業大学サッカー部総監督。1936年、愛媛県に生まれる。父の影響で、松山南高でサッカーを始め、愛媛大学から東京教育大学に編入した。二学年後輩に、勝、沢かなめ。三学年後輩に、今西和夫、坂田信久がいる。 1961年に当時三部だった大阪商業大学サッカー部の監督となり、1965年には一部へ昇格させた。以降、同部を関西学生選手権優勝11回、同リーグ戦優勝18回、全日本大学選手権優勝4回、総理大臣杯優勝2回の競合に育て上げた。1969年、鴨モア 大橋健三、清水康夫、中村義樹らと共に、千葉県で行われた第1回 FIFA コーチングスクールに参加。同スクールで助手を務めた、長沼健、岡野俊一郎、平木隆三、八重樫修夫と共に、世界初の FIFA コーチライセンスを受けた。2002年からは大正大サッカー武装監督に就任。全日本大学サッカー連盟副会長。 関西学生サッカー連盟特任理事などを歴任し、現在も大学サッカー界の重鎮として活躍している。また、KBS 京都テレビにて、サッカー解説者も務めている。大阪商業大学サッカー部での教え子として、小峰忠都市、小林真司、西村昭弘、松永秀樹、加藤義男、勝谷寿園、元並健二、高木拓也らがいる。 ありがとうございます。